ナッシュビルのアルデコ風のフリストセンターは、もともとは、町の中央郵便局だった建物を利用している。フリストセンター4ビジュアルアーツは、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルにある美術館。1933年から1934年、郵便が列車で運ばれていた頃、ユニオン駅の近くにマーホルマンにより、中央郵便局として建設された。 ナッシュビル市の成長に伴い、より新しい設備の必要性が顕著になってきた。1986年に別の場所に新しい郵便局本局が建てられ、それまでの建物は1階のごく一部のみがダウンタウン市局として使用されることとなった。1990年代初頭、トーマス・カイフリスト・ジュニアと彼の親族は、フリスト・ファウンデーションを通じて、旧郵便局を 美術館に転校させる支援をし、フリストファウンデーション、アメリカ合衆国郵便公社、ナッシュビル市の公的機関と民間機関双方で実行された。1999年、ナッシュビル市は美術館創立のため、アメリカ合衆国郵便公社からこの建物の所有権を得た。同年、改修された郵便局支局が地下にオープンし、2001年4月、 美術館としてオープン。ギャラリースペースは約2万4000平方フィートあり、アメリカ国内外の著名な作品同様に、地元芸術家の作品も展示される。18歳以無料。常設展示は行っておらず、国内外の巡回展示を行うことと同時に展示を作り上げることにも焦点を合わせている。2007年の主な展示は、 陶芸家のシルビア・ハイマンの作品展であった。2012年9月21日から2013年1月13日、キャリー・メイ・ウィームスの最初の回顧展、30DKs of Photography and Video が行われた。また同時に、ブライアン・アルフレッドの It's Already the End of the World が、館内のゴードンコンテンポラリーアーティストプロジェクト、ギャラリーで行われた。 2012年10月19日から2013年2月10日、デトロイト美術館からドイツ表現主義のワシリー、カンディンスキー、マックス・ベックマン、エルン・ストルート・ビヒキルヒナー、フランツ・マルクの絵画が展示された。フリスト・センター・フォーザ、ビジュアル・アーツ、アバウト・アーティン・フォー、h t t p w w a r t i n f o c o m ギャローリガイド、19770。 6314、アバウト、フリストセンターフォーザビジュアルアーツナッシュビル、2008年7月28日、閲覧。メイヤーズ、ジム、シルビア・ハイマン、リンウンド・セラミック・アーティスト、ダイズ・アット・エイジ95、ザ・テンネッセアン、httpwww. テンネッセアン .com、アーティクル、2012万1224。 エンターテインメント031億2122万4007シルビアハイマンリンウンドセラミックアーティスト大豆エイジ -952013 年1月19日閲覧ありがとうございます